はい、皆さんこんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。428封鎖された渋谷でということでやっていきましょう。こんにちは、皆さん。ゲーム実況者のテリオンと申します。たくさんの動画投稿させていただいておりますが、3年ぐらい実況させていただいております。半年ほど病気でお休みさせていただいておりますので、その間ですね、動画投稿できていなかったにもかかわらず、登録者の方、サポーターの方が増えておりまして、130名を超えているといった現状になっております。ありがとうございます。年内2022年にですね、1000名の登録者を目指していたんですが、この動画は2023年に投稿されております。1000名超えていなければ1000名、そして1000名超えていれば1000名以上ということで、皆さんのご愛顧を引き続きしていただけることを願っておりますので、よろしくお願いいたします。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、そして皆さんにですね、素晴らしい情報、そして楽しい企画をお届けさせていただけるためにもですね、サポートしていただけると嬉しく思っております。 Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということでやっていきましょうか。今回はですね、どうしようね、マリアちゃんやろうかな。大沢編は結構ね、しんどいからマリアちゃん行こうかな。おい。その笑顔かわいいな。さあ、盾の。ちょっと待ってよ。これ一人で二役やってんだもんね。私の名前って大沢ひとみなの？その言葉に杖の男は引き金を引くのをためらった。どういう意味だ？銃口はまだまっすぐに私の頭を狙っている。どういう意味もこういう意味も私は自分が誰なのかわからないんです。ふざけるな。ふざけてなんかいません。私は必死になって言い返した。もし殺されてしまうにしても自分が誰なのかを知った上で死にたい。教えて、私は大沢ひとみなの？杖の男は私の姿をじろじろと見た。くそ、これは、何かに気づいたようだ。詳しく話せ。杖の男はぶっきらぼうに言った。話せって。だから私記憶がないんです。倉庫で目を覚ましてからのことを簡単に説明した。杖の男は私の顔から目を離さないで聞いていた。なるほど、そういうことか。杖の男は話を聞き終えるとフラフラとビールケースに腰掛けた。どうやら私の話を信じてくれたようだ。とりあえずは安心した。それで、私は大沢ひとみなんですか？違う。じゃあ大沢ひとみって誰なんですか？私に似てる人なんですか？うるさい、静かにしろ。杖の男は吐き捨てるように言った。どうする、このままでは。うつろな顔で杖の男は独り言を繰り返している。大沢ひとみじゃないのなら私には用はないってことですよね。そうなるな。だったら私行ってもいいでしょうか。杖の男は何も答えない。拳銃の銃口はだらりと地面を向いている。私に対して殺意はなくなったようだが、黙って立ち去らせてはくれなさそうだ。今おとなしくして逃げる機会が来るのを待とう。また銃を向けられる前に何とかして逃げよう。まあちょっとおとなしくしとこっか。間に合わないかもしれん。ここで杖の男は呟いた。間に合わないかもしれない？何の話をしているのだろう。気になったが言葉の意味を確認できるような雰囲気ではない。いずれにしても私が大沢ひとみではないことははっきりした。つまり私が誰であるかという点に関してはまだ、また振り出しに戻ってしまったわけだ。杖の男は押し黙って考え込んでいる。私もこの場から動けずにいたので自分についてぼんやりと考えていた。一体私は誰なのだろう。何度も自分に問いかけてみる。私は、わかんないよね。やはりお前に用はない。杖の男がようやく口を開いた。行け、もう追わないから安心しろ。正直その言葉を鵜呑みにしていいかどうかはわからなかった。油断させておいて背中を打つつもりかもしれない。ただし警察にも自宅にも行くな。しばらくどこかに身を隠せ。しばらくって、どのくらいですか？いや、この表情かわいいな。日が沈む頃までだ。その頃には何もかもが終わっている。何もかも終わってる？話がよく見えないが気が変わると困るので何も聞かないでおく。じゃ、逃げますよ。ああ。私はゆっくりと後ずさった。男に背を向けようとすると、最後に一つだけ言わせてくれないか。ぽつりと男が言った。何ですか？記憶を取り戻したとき、君はきっと俺のことを恨むだろう。だから先に謝っておく。言葉の意味がよくわからなかった。
本当にすまない。返す言葉もないので私は男を一別して背を向けた。まあ大沢はね、瞳を殺してつもりだからね、多分ね、立野はね。杖の男に言われた通り、私はしばらく身を隠せそうな場所を探した。と言っても右も左もわからないこの街でそんなものを簡単に見つけられるわけもない。気がつけば例のネックレスを買った雑貨屋の前に来ていた。あ、これでミクちゃん来るかな。ここにかくまってもらおうか。そう思っていた時、タマくん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 、これまた馴染みの声が飛んできた。柳下がロープで縛り上げられていた。社長どうしたんですか。いや、それがさ、とんだ濡れ衣なんだよ。いや、きっと社長が悪いに違いない。直感的にそう思った。泥棒だって言うんだよ、この私を。拾ったものを売りつけている泥棒の店員が。あんたなんてこと言うんだよ。一体どういう状況なのだろう。さっぱりわからない。タマくん、助けてー。助けてー。柳下は子供のように足をジタバタさせた。お知り合いですか。店員が私に聞いてきた。いや、でもまあ、なんとなく。迷惑してるんですよ、こんな感じでずっと暴れてて。確かにこれ以上の営業妨害はないだろう。すみませんけど、この人警察に連れてってもらえます。警察？ええ。ああ、警察は前のところに警察には行くなと言われたことを思い出した。律儀に言うことに従わなくてもいいようなものだが、自分自身なぜか警察には行ってはいけないような気がしていた。ところが柳下はそんな私の思いも知らず目を輝かせていった。それだ、それがいい。タマ君に警察に連れて行ってもらおう。それでジエンド、さよならね。ああ、じゃあ、はい。仕方なく二人で店を出た。まあ、行かないよね、柳下はね。そうやって言ってね、逃げるつもりだから。よーし、チリ君を探そう。柳下がウキウキしながら言った。え、警察に行くんじゃ。本当に行くわけないじゃない。いやー、タマ君が来てくれてよかったよかった。じゃあ、チリ君を探そう。嬉しそうな柳下の顔つきでなんとなく察しがついた。また儲け話を思いついたんですね。おや、タマ君、お見通しだね。親じゃないですよ、社長の顔見たらわかります。私の話もろくに聞かず柳下は思いっきり息を吸い込んだ。今度はなんて1000万円。さあドーンと儲けてみよう。誰に向かって言ってるのか、柳下は人差し指を突き出した。まあ読者に対して言ってんだろうね。チリを呼んで1000万円で山分けだ。数週間後、あ、バッドエンドじゃねえかこれ。しかも数週間だよ。グレートストマック、これは驚異の胃袋の祭典。大いなる胃袋が袖り氷山を無人島に収めるとき、勇者は巨万の富を手に入れるだろう。司会者のアナウンスと響き渡る歓声に押され、チリと私は表彰台の上に立った。優勝したのはチリ。大きな1000万円札を抱えて大笑いしている。準優勝は私だ。初めは全く気乗りをしなかったが、やってみると大食いも悪くないと思った。自分でも驚くくらい食べられることにちょっとした快感すら覚える。相変わらず記憶を取り戻せないが、そんなことはもうどうでもいい。私は人生の新しい目標を見つけたのだ。チリを乗り越えて王座につくこと、それが私の人生最大の目標である。ダメすぎるだろ。これ盾野のあれを逃げなきゃいけなかったか。結局記憶を取り戻せないまま大食い選手権に人生をかけることに。まあそれも悪くはないが、できれば記憶を取り戻したいところ。ちょっとわかりにくいが、杖の男がいる路地に柳下が登場してくれば、マリアの運命も変わる。柳下が雑貨屋で拘束されないようにするにはどうすればいいだろうか。柳下が雑貨屋で拘束されないようにするには、実り感に追わせないようにするんだよね。どうしたらいいのこれ、ちょっと難しいぞ。まあでもちょっと大沢さんのショー行くか、そしたらね。あ、でもちょっと実川のチャートで行くか。分岐でひたすら柳下を追う。柳下が向かう先を、だからここ間違えたらいいんだよね。だからここを遠藤電気店にしましょうか。遠藤電気店だ。うん、パソコンを買い取ってくれそうな店といえばあそこぐらいしか思いつかない。くそ、こっちに走ったのはフェイクだ。さあこれでどうなるかな。みのりかは道玄坂方面へと走り出した。ん？駅前のスクランブルまで来た時、センター街の雑踏に何やら細長いものが消えていくのが見えた。紺色っぽい色のストライプのスーツだ。そんなものを着ているのはあの男しかいない。しかしどうして道玄坂方面ではなくセンター街に。あ、思い出した。結局雑貨屋に行くのか。バーニングハンマー即売会の会場近くにあった雑貨屋、確かあそこに PC 高額買取と書かれた張り紙が。ああ、結局行っちゃうのか。
じゃ、見つけたと柳下ってなって、この後に、この後に選択肢あったっけ？この後、あ、でもなんか今続いてたね。あ、じゃあもう雑貨にして、バーっていくかと思ったら。ね。話進みそうだったもんね。拘束させない選択肢を取ればいいんでしょ、今度は。このさ、バーバリーの店のあれが綺麗すぎてさ、めっちゃいいなと思うんだよね。うん。で、揉み合いしていて、で、1000万円のね、あれを見つけるんでしょ？チラシを。うん。ここはちょっと前回、その時、柳下の目が鋭く光って、で、チラシを手にして、ストマックで、で、返すで、で、ぶん殴って、で、右腕を振り上げて、誰かが入ってきた。あ、来た！その顔を見るなら柳下の目尻が下がった。オーマイエンジェル、愛しのミクちゃんがなぜここに、なぜミクちゃんが来たんだ、ここで、フラグが。そこにはなぜだか半べそを描いたミクが立っていた。なんだなんだ、どういうこと？みのりかわさん、ミク、どうしたんだ、何かあったのか？私、ミクがみのりかわのそばに駆け寄ってきた。え？柳下はみのりかわとミクの顔を交互に見る。二人は知り合いなんですか？まあな、それよりもまさか、お前が惚れ込んだ女っていうのは。そうです、ザ・ミクちゃんです。私、ミクちゃんの入場曲を着メロにもしています。興奮気味の柳下はまるで無視し、ミクはみのりかわをまっすぐに見つめている。私負けたんです、合気柔術やってる女の子に負けたんです。ミクはみのりかわの胸に飛び込んだ。あー、柳下が小さな悲鳴を漏らした。何でしょうかこれ、何なんでしょうかこれ。ショックのあまり軽いパニックを起こしているようだ。みのりかわさん、合気柔術って何ですか。私悔しくて悔しくて。みのりかわの胸にミクはさらに深く顔をうずめる。ふっふっ、不純だ。さあ柳下は目に涙を浮かべて走り去った。あの野郎どさくさに紛れて。みのりかわは柳下の悲しげな背中を見ながら思った。このまま見逃すわけにはいかない、絶対に捕まえて警察に突き出してやる。まあ相棒が戻ってきたんだから、ひとまずは良しとするか。いつもながら相手が反省するまで徹底的に説教するのだが、何しろ時間がない。雑貨屋の店員に事情を話すと、店員はさも不憫そうに笑みを浮かべた。そうだったんですか。まあこっちも商売とはいえ、さすがに付属品のないパソコンは買い取れませんよ。付属品がついてたら買い取ってたのか。もちろんですよ、盗品でも何でも売ってしまえば同じですね。店員はあっさりと答えるとのんきに笑った。まあそりゃそうだ、みのりかわも一緒になって笑った。で、そんなわけあるか。大声で一括すると店員の視線が泳いだ。まさかこの店に並んでいるものすべて盗品じゃないだろうな。めっそうもない。言っておくがこの俺に隠し事は無駄だぞ。取材を受けたことのあるお前ならわかるはずだ。きつく人のニヤ見すると店員はさらに慌て出した。それじゃあここだけの話ですよ。実は落ちてるものを拾って売るくらいはやってます。でも盗品じゃないですから問題ないですよね。店員は頭をかけながら言った。バカ野郎、落ちてるものを拾って売るのも立派な犯罪だ。拾っている。刑法254条の遺失物等横領罪、占有離脱物横領罪となる可能性がある。遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人のものを横領した場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処するということらしい。みのりかはビシッと店員を指さした。やっぱりそうなんですか。いや、そうなんじゃないかと思っていたんですが。しかし俺は警察じゃない。法よりも好奇心を優先する男だ。参考までに聞かせろ。何を拾って何を売った？何を拾ったって、あれとか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 。みのりかは店内を見回した。ほとんどじゃねえか。どれも結構な値段がついている。これで売れるのか。いや、それが売れるんですよ。今日もある方にこんな大きいネックレスをね。値段は4万円とつけてたんですが、1万円サービスして3万円で。サービスしても丸儲けってわけか。なんせ拾ったもんですから。はははは。みのりかわと店員は顔を見合わせて笑った。だから笑ってる場合じゃないんだ、バカ野郎。頭ごなしに一括した。こんな商売今すぐにやめろ。やめなければ俺の正義のペンで制裁を加えるぞ。すみませんでした。店員は何度も頭を下げた。こちらも忙しい身なので、とりあえずは許してやることにした。しかしバカバカしいことで時間を食ってしまった。原稿は編集部に戻って書くしかなさそうだ。パソコンを持って店を出ると小さな影が行く手を遮った。みのりかわさん。みのりかわの前に立ち下がってミクが言う。どこか合気柔術の道場を紹介してください。悪い、今はそれどころじゃないんだ。
ミクの頼みを無視していこうとしたが、ミクは固く頑として道を譲らない。前も道場を紹介してくれたじゃないですか。そういえばそうだったな。右脇をすり抜けようとしたら、すかさずミクが道を塞いでくる。ノリカワさんが私に格闘技の世界を教えてくれたんですよ。いじめられてたんだったっけな。そんなこと俺に言われても困る。左脇にすり抜けるのもダメだった。マンツーマンディフェンスのようにぴったりとマークされてしまった。ちゃんと話を聞いてください。ミクの声が涙声になった。私このままじゃ悔しくて。ミノリカは真正面からミクを見据えていった。じゃあ勝てるまで努力するしかないだろう。いい機会だ。格闘技以外の道を探したらいい。悪いが今そんな話に付き合ってる時間がない。勝てるまで努力するしかないだろう。じゃあ勝てるように努力するしかないだろう。自分の力で何とかしろよ。そんな、初戦はショーパブのチャンピオンだろう。ガチンコの勝負で勝てると思う方が間違ってるんじゃないのか。その言葉にミクの体が小刻みに震えた。うわ、やってしまったな。バカ。ミクの平手打ちがミノリカワの頬を打った。ひどいよ、そんな言い方。うわ、しまったな。ポロポロと涙を流しながらミクはその場を走り去った。おい、ミク。ミノリカワが大声で呼び止めてもミクは振り返ろうとしなかった。打たれた頬を手のひらでさすった。珍しく自分の発言に後悔していた。もう少し優しい言葉をかけてやればよかったかもしれない。相手術の道場だったり、いくつか心当たりがあった。時間さえあればいくらでも紹介してやるところだった。あー、ちょっと待って、これ、ちょっとミクちゃんの言葉はちょっと、立ちふさがるミクに、ちょっと声掛けちょっとちゃんとしたいな。そんなつもりじゃなかったのに。うん。いい機会で格闘技以外の道を探したり、悪いゲームそんな、でもどれもちょっとまずそうだな。あー。いい機会だ。格闘技以外の道を探したらいい。いやー、悪いが今そんな、いやー、もう、まあもう無理だな、これは。行くしかないね。時間がないね。ミクちゃんどっか行っちゃったかな。腕時計を見ると午後4時まであと30分ちょっと。ちょっと待ってね。そしたらちゃんとミクちゃんの選択肢をここにして、それからバーっと行こうか。うん。うわぁ、ちょっとショックだなぁ。勝てるまで努力するしかないだろう。で、ぶん殴られて、で、ミクちゃんがどうなるかだよね。で、時間があれば、紹介してやると。腕時計を見ると午後4時まであと30分ちょっと。さすがに余裕がなくなってきた。早く記事を書き上げなければ。編集部に戻らなければ。だが、あー、畜生、このままじゃ仕事が手につかん。ミノリカは走った。編集部から遠ざかるようにミクを追って走った。あー、結局追うのか。ああ、キープアウト。オッケー。ミクちゃんにそんなね、冷たい一言で終わらせたくなかったからね。うん。さあ、ミノリカワ。ミノリカワがでも、こう、ミクが出たことで、ちょっと選択肢が変わってる人がいるはずだから、マリアが多分、これ助かるんだよね、多分ね。マリアちゃんが、私は誰？これが助かるんだよね、多分ね。杖の男は押し黙って考え込んでいる。私もこの場から動けずにいたので自分についてぼんやりと考えていた。私は誰なんだろうということで、私は当て出るんだよね。ここでミクちゃん出てくるの？タマくーん、あ、柳下が出てくるのか。私は、タマ、瞳、どれも違う。私は、タマ来た。思わず後ろを振り返ると柳下が一人で大騒ぎしながら走ってくる。この人はもし地獄に落ちたとしてもこんな感じで精力的に毎日を過ごすに違いない。よかった。やっぱりまさしく君はタマ君。杖のとこは小さく下打ちをして拳銃をしまうとその場から去っていった。あれ今度は中年男と一緒かい。君成人そんな顔して意外と男好きなんだね。社長ナイスです。この笑顔めっちゃいいな。なんだろう、美人が見せる笑顔って感じだね、本当にね。私は小さくガッツポーズをした。何か思い出しかけていたが、それよりも杖の男を追い払えたことの方が嬉しかった。へ、そんな喜ばれることした。柳下が不思議そうな顔をする。柳下がしたら結構いい仕事のうちの一つだね、これね。いや、そんなことよりもね、タマ君。柳下が声を潜めた。いや、僕もバカだった。あんな雑誌のスクラッチごときに目の色を変えちゃって、しみじみとつぶやく。なんかあったんですか？それがね、ぷぷぷぷ。柳下は口に手を当てて気色悪い笑みを浮かべた。
いいこと思いついちゃったんだよ。一攫千金のいい方法。それさっきも聞いた気がしますけど、私が携帯口調で言うと柳下は激しく首を振った。今度のは違う。何が違うって、格が違う、桁が違う、驚く、聞いて驚くな。唾を飛ばしながら力説する。あ、別に驚いてもいいよ。きっと玉くんは驚くだろうな。ビッグマネーを思い浮かべているのか、柳下は高骨の少女、教場だ。入れたい、何が言いたいんですか。今度はなんと1000万円。人差し指を空に突き上げ、得意そうな顔をする。驚いた、それ驚くよな。しかもこれが資本金ゼロ。ノーリスク、ノーハイリターン。リスク、収益より際の不確実性がノーなしで、リターン、収益がハイという意味。株式投資などの世界では基本的にリスクとリターンは比例すると考えられている。ただしリスクが高くてもリターンが小さいケース、ハイリスク、ノー、ローリターンもよくある。その逆のローリスク、ハイリターンはごく稀であり、ましてやノーリスク、ハイリターンなどという都合のいい話はありえない。目を輝かせて柳下は叫んだ。いやー、これでついに僕も億万長者の仲間入りだ。バカバカしくて突っ込む気にもならなかった。そもそも億万長者になるには桁が足りないですね。それはそうと、チリクを見なかったかい。1000万円をゲットするためにはどうしてもチリクの力が必要なんだ。チリさんですか。会場で別れてからは会ってませんけど。そうか、もしチリクを見かけたら私に連絡するように伝えてくれ。はあ、わかりました。何が何だかわからないが、一応は協力することにした。ありがとうタマ君。せっかくだから少しだけヒントをあげようかな。ヒントですか。そうそう、ヒントヒント、聞きたい。そうですね、お願いします。しょうがないね、あそこまで言うんなら教えてあげましょう。柳下は咳払いをすると声色を変えていった。大いなる胃袋がそびえる氷山を無尽蔵に収めるとき、勇者は巨万の富と名声を得るだろう。はぁ、何ですかそれ。開けてた口調で聞くと嫌に嬉しそうな顔をした。伝説だよ伝説。今の一節を覚えておくといい。君も歴史の証人になれるはずだ。もはやこの人自身が伝説だと私は思った。じゃあチリクのことは頼んだよ。アディオース。アディオス、スペイン語でさようならを意味する挨拶。しかし実際には日常ではチャオの方がよく使われる。アディオスにはもう会わないという意味合いが含まれるためらしい。チャオー、なるほどね。アディオスは言わないようにしましょうね、皆さん。チャオで行こう。嵐のように柳下が去ると私は路地裏に一人残された。どっと疲れが落ちて思わず深いため息が出た。と路上に手帳が落ちているのに気づいた。杖の男が落としていったんだろうか。私は手帳を拾って中を見た。最後のページに写真が挟んであった。若い男女3人が写っていた。ん？誰これ？一人は立てるのだろうね。これからどうしよう。警察に駆け込む？しかしどうやって状況を説明すればいいのだ。例えば、大沢ひとみって人が狙われています。といえば警察の人は、その人は誰ですか？誰に狙われてるんですか？などと尋ねてくるだろう。いや、それどころか全く聞き身を持ってくれないかもしれない。私は大沢ひとみが誰かも知らなければ狙っている連中のことも知らない。もっと言えばそもそも自分が誰なのかもわからないのだ。話にならないと追い返されるのがオチだ。病院に行こうぜ。どうしたらいいんだろう。私は途方に暮れてがっくりと、うなだれた。首にかけたネックレスが所在投げにブラブラと揺れた。はい、キープアウトになりましたね。さあ、ここで誰かがあのストーリーで絡んできて、ポッと開けるって感じなんだけどね。もうあと大沢ぐらいなんで、まあ大沢をやるかどうかですけど、まあちょこっと進めるかなって感じはある気もしないでもないが、ミノリカは、あ、可能が進めるようになったね、ワゴン追跡。あっちも進めるようになったね、カメラ操作ね。ちょっと可能だけ進んどこうかね。要は、その、瞳じゃなかったことは分かったからね。大砲が発射されたような音が響いた。街中には似つかわしくない轟音だった。ビルの谷間に黒煙が立ち上る。いきなり現れた非日常的な光景に行き交う人々は一応日記を飲んだ。そう、珍しく力が入ったムービーが流れたってところが終わってたよね。事故という感じの燃え方ではなかった。明らかに爆発物によるものだ。現場周辺には爆発の被害に遭ったと思われる人たちが倒れていた。みのりかわさん、みのりかわさん。女の子が倒れた男にすがりついて泣いていた。玉突き事故のことを教えてくれた女の子だ。まだ息があるのかもしれない。カノンは男に駆け寄って声をかけた。警察です。あべ、みのりかわ。口
から出血している。どうやら内臓をやられたようだ。大丈夫か、しっかりしろ。男はクリストに顔を歪め、何かを言いたげに口を動かした。ミノリカワが。男の声がかろうじて聞き取れるほどの弱々しいものだったが、カノはその言葉に強烈な衝撃を受けた。この男は知っている。何かとんでもないことを。現場に救急車が到着すると、男はすぐさま担架に乗せられた。カノも救急隊員に警察手帳を見せて、男と一緒に救急車に乗り込んだ。ああ、大沢さんのショーでこれでミノリカワが掴んだ後だね、これ何かね。男と、一緒に救急車に乗り込んで、男はすでに意識を失っていた。いつ目を覚ますかわからないが、絶対に聞き出さなければならない。男が知っている全てのことを。しかし、いくら待っても男が目覚めることはなかった。瞳が持っていたと思われる抗ウイルス剤。タリクが瞳に行くように指示した青いワゴン。そしてワゴンの爆発。この男なら全てのキーワードをつなぐ何かを知っていそうな気がしたのに、事件の手がかりはここで完全に継いでしまった。バッドエンドか。大沢さんやらなきゃいけなかったか、やっぱり。手がかりがついえる。爆発に巻き込まれた男、ミノリカワから情報を聞き出そうとしたが、失敗に終わってしまった。もしミノリカワが無事だったら、カノの運命もまた違ったものになっていただろう。鍵を握るのは、ある人物が15時半に発した大声である。この大声の内容次第で、カノとミノリカワそれぞれの運命が左右する。まあ、これはね、もう、大沢さんのショーをやるしかないんだよ。大沢さんの勝利で全てが変わると思う。さあ、バッドエンドが立て続けに続いておりますが、今回ね、まあ大沢さんの勝まだやってないからね。さあ、今日は大沢さんの勝、いいとこまで行ったらやめようかな。心の底から他人を信用したことがない。人間という生き物は表面的な付き合いでは本質を判断することができないからだ。しかし、他人を信用したことがないというのは、他人から信用されたことがないという意味でもある。結局、すべての問題の根っこは私の心に帰結するのかもしれない。暗いからな、大沢さんの章は。ミノリカワからの連絡を待ちながら、大沢は事件について考えていた。もし田中が犯人だとしても、共犯がいるのは間違いない。犯人たちの狙いが瞳の血液中にある抗ウイルス剤ならば、マリアは間違えて誘拐されたことになる。マリアと瞳は二卵性ソーセージだが、一卵性ソーセージに間違えられるほどよく似ている。しかしそれでも田中が間違えるはずがない。おそらくマリアや瞳と面識のない共犯者が間違えてしまったのだろう。瞳に身の代金を持たせて駅前に立たせたのは改めて誘拐しようとしたからに違いない。しかし一つ疑問が解けるとまるで別の疑問が湧いてくる。どうして田中は瞳からの命令を見せたのだろう。犯人としては隠しておきたい情報のはずではないか。考えれば考えるほど訳がわからなくなる。一体誰が味方で誰が敵なのか。大沢さん、郵便物が届いてました。カジュアルの声が聞こえた。入ってくれ。部屋に入るなり、原稿は A4 サイズの封筒を、カジュアルは A4 サイズの封筒を差し出した。受け取って表書きを見る。植木彩ファンクラブ、カミング、入会申し込み書在中。入会金1000円で年会費3000円。会員になるとコンサートチケットの先行予約などの特典がある。大沢が気に入っているのは会員限定のサイトコンテンツ。植木屋のブログやビデオコメントなどを見ることができる。あ、いいね、それね。そういえば帰国した初日に取り寄せたのを思い出した。あげていただけます？カジュアルは申し訳なさそうに言った。どうして？一応今日届いた郵便物は内容を確認したいので、犯人からの郵便物による接触も考えられますので。言われる間に封を切る。封を開けると申し込み書と数枚のポストカードが入っていた。カジュアルは大沢の手元を覗き込んだ。ああ、本当に好きなんですね。またこの子も美人だな。そういう君はどんな音楽を聴くんだ？ポストカードを眺めながら聞いた。瞳が印象的な写真だ。そうですね、IT ならクラシック。大沢は眉を潜めた。モーツァルトとかショパンとか？モーツァルト。ボルフガング・アマディウス・モーツァルト、1756-1791、オーストリア生まれの古典派音楽の巨匠、代表曲、フィガロの結婚、魔笛、交響曲、第41番、ジュピターなど。ショパンとか、フレデリック・フランソワ・ショパン、1810年から1849年、39歳か。前期ロマン派の作曲家、ピアニスト、ポーランドの国民的音楽家として有名、ピアノ独奏曲を多く残した代表曲、夜奏曲第2番、ピアノソナタ第2番など。と首をかしげる。聞いたことないな。本当ですか？カジュアルは驚いた顔をする。もちろん名前ぐらいは知っているが、もともと音楽はあまり興味がなくてね。それはもったいない。一つ聞いてみますか？
そうしようかな。カジュアルの子供音楽はどんなものか知りたいと思った。遠慮しとくよ。耳慣れない音楽より今は静寂が欲しかった。聞いてみようか。うん。カジュアルの子供音楽はどんなものか知りたいと思った。カジュアルはポケットからデジタルプレイヤーを取り出した。どうぞ、差し出されたイヤホンを耳につけた。流れてこないの？クラシック。静かなストリングスが流れ、次第に重厚なホルンが変わる。曲が積みを増していくと気分がゆったりと落ち着くようだった。大きく深呼吸をした。鼻から体内の毒素が抜けたような気がした。気がつけば聴き始めて10分ほども経っている。どうですか？いいな。この曲のテーマなんですが、そもそも、梶原はそこまで言って口をつぐんだ。まあ、うんちくはやぼですね。うんちく、蓄えた知識のことをほどほどに披露する程度なら周りから感心されるが、得意げにひけらかし始めると煙たがれる。君に感謝するよ。もし君と出会わなければ私はこの曲を知らないままだった。これも音楽の力なのだろうか。不思議と素直に言葉が出た。そう言っていただけると嬉しいです。梶原の印象がどんどん変わっていくな。大沢はポストカードを眺めながら曲に身を任せた。幻想的な青い砂を綾が両手ですくっている。その指の先から砂がこぼれ落ちている。この写真と同じだ。私はいろいろなものを砂のように手のひらからこぼして生きてきた気がする。つぶやく、嘆くようにつぶやくと、梶原は少し考えてから答えた。一つのことを成し遂げた人というのは多かれ少なかれそんなところがあると思いますよ。あの写真の人ってさ、縦野とさ、大沢さんだったのかな。成し遂げたというのはあくまでも結果だよ。問題は別のところにあるんだ。イヤホンを外してデジタルプレイヤーを返した。君は私に隠し事はするなと言ったな。梶原は黙ってうなずいた。だから隠さないで話すよ。背もたれに大きく体を預けると胸の奥に詰まったものを吐き出した。不安なんだ。押しつぶされるくらい。こんな事態ですからそれは当然で。梶原の言葉が終わらないうちに続けた。そうじゃない。そうじゃないんだ。小さく首を左右に振った。娘にもしものことがあったとき、私はどんな気持ちになるのだろう。私は感情の振り幅が狭い人間だ。いつも心のどこかが冷めている。いや、そうありたいと思ってきたんだ。だから、もしかしたら娘を失っても何にも心が動かないかもしれない。悲しいと思うことができないかもしれない。それが不安なんだ。自分の感情に戸惑っていた。心とはこれほど不安定になるものだと初めて知った。大丈夫です。梶原は屈託のない笑顔を見せた。何が大丈夫なものか。本当に心が冷たい人はそんなことを心配したりしません。きっぱり言うと梶原はポケットからまたデジタルプレイヤーを出した。差し上げます。よかったらまた聞いてください。気分が落ち着くと思います。大沢はデジタルプレイヤーを受け取った。わずかだが梶原に心を開きかけている自分がいた。こっちもどうですか？それは結構だ。梶原はポケットからバナナを取り出していた。本当に？ああ、やっぱりもらっとくか。少しだけ大沢の表情が緩んだ。思えば今日は君に随分とイライラさせられた。そうですか。私なりに王様さんの気持ちを眺ませようと思っていたのですが、あんなに大声で怒鳴ったのは久しぶりだ。そういった瞬間、王様の脳裏にあの雨の日の飛行機が蘇った。マリアかな。あれはマリアが小学校5年生の時だった。マリアの部屋で王様は立ちすくんでいた。手には置き手紙が握られている。何気なく窓の外を見ると全身をびしょ濡れにしたマリアが歩いていた。途端に頭に血が昇った。お父さんは人にばかり可愛がっている。仕事ばっかり遊んでもくれない。だから私は家を出ます、マリア。自分でもよくわからない衝動につき動かされていた。部屋を飛び出して玄関に向かって走る。ちょうどマリアが家に入ってきたところだった。大沢は無言で玄関に出迎えた。額に濡れた髪の毛を貼り付けたマリアは上目遣いで恨めしそうな顔をしている。私のことなんかどうでもいいんでしょ。反射的に顔を張っていた。マリアは頬を押さえて目に涙を浮かべた。怒りが急に罪悪感へと変わった。慌てて拳を眺める、手のひらを眺めるとかすかに血がついていた。大沢は自分のしたことに愕然とした。そして恐れた。自分から生の感情を引き出し、ここまで衝動的にしてしまう娘の存在を恐れた。ん？どうしました？カジュアルが心配そうな顔をしている。自分でも気づかないうちに頭を抱えていた。
いや、怒ったり叫んだり、私はそういうのは苦手だし、嫌なんだ。大沢はイヤホンを指でいじりながらつぶやいた。怒ったり叫んだり、いいじゃないですか。人間らしいと思いますけど。そんなことが、人間らしい。愛によく機械のように冷静な人と言われた。皮肉だということは分かっていても、どうすれば人間らしく振る舞えるのか分からなかった。怒ったら怒ったと悲しくなったら悲しいと、相手にちゃんと伝えることが人間らしさではないでしょうか。梶原は噛み締めるように言った。それじゃ相手を傷つけてしまったら。ちゃんと謝ればいいと思いますよ。なんとなく梶原の言ってる意味は分かった。これまで大沢は自分の思っていることを口にして相手に伝えてはこなかった。伝える必要など感じたことはなかった。しかし、もし今目の前に娘たちが現れたら、これまで口にしてこなかった全てのことを一気に吐き出しそうで、それが大沢には恐ろしかった。あなた、刑事さんたちが呼んでるわ。ドアを開けて愛が入ってきた。進展があったそうよ。聞くや否や大沢と梶原は同時に部屋を飛び出した。さあ、キープアウトになりましたね。じゃあ今回はここで終了かな。大沢のとこに行けるやつがもう一個あったような気がしたね。誰かのとこから行けたよね、ジャンプでね。カノオ、バッドエンド、アッチ、マリアちゃんかな。あれ？全部キープアウトで止まってるぞ、みんな。あら、可能のこの選択肢を変えないといけないのかな。あっちか、あちらのカメラ操作でまた変わってくるか、次回ね。じゃあ次回ね、あっちのカメラ操作からやっていこうと思います。はい、ということでですね、ちょっと短いですが、今回はここで終了したいと思います。チャンネル登録、高評価でサポートしていただいて、ぜひ次の動画をお待ちになってください。 Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたしますね。それによってですね、また皆さんにお届けできる情報等も変わってくるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. またね、バイバイ。